今回はオーブントースターは使いません。カツオのたたきを今回はやろうと思います。これはね、鹿児島県のとある宿で食べられる方法をパクってます。はい、僕的にはすごく気に入ってて、なぜこの食べ方がスタンダードにならないのか不思議なくらいです。とても簡単なので皆さんも挑戦してみてください。材料を説明します。カツオのたたき、玉ねぎ大が半分、ニンニク一かけら、三杯酢を作るのに酢、砂糖、醤油です。先に三杯酢を作ります。酢が大さじ3、砂糖大さじ2、醤油大さじ1、砂糖が溶けるまで混ぜます。カツオのたたきはこの焼けたところがポロポロと崩れるのがすごく気を使います。結構分厚く切っております。焼き目が上がいいのか、どうだっけ、どうなんだろう。まあいいや、ニンニクをスライスします。カツオの上に散りばめます。今日はニンニクてんこ盛りだな。うわ、どうしよう、うわ、まだ余ってる。今日は大サービスだ。玉ねぎをスライスします。はい、こちらもニンニクと同様カツオに散りばめていきます。もうすでにめいて、はい、ただのオニオンスライスのように見えなくもないんですけども、ちゃんとカツオのたたき中に入っております。三杯酢をかけて、完成です。